いたの？見たよっていう、しかも見たい。み たい？あ、2体もいる。ガおッツリおるやんけ。おはようございます。はようございます。はい、七代家の毎日投稿のお時間でございます。おはよう。おはよう。はい、七代家の七代です。ともこです。米の市です。はい、というわけでございましてね、今回この3人でやっていこうと思うんですけども、ですね、今回ですね、いつもね、TikTok 心霊映像検証って言ってたんですが、もうあまりに TikTok 以外の動画も出してきてるので、なんか SNS の心霊映像検証企画っていうことになりました。というわけで今日は SNS 心霊映像の検証企画でございます。わあ、わかりやすい。わかりやすい。今回ですね、YouTube の動画なんですけども、ちょっとやっていこうかなと思っておりまして、今回、私の方からですね、ちょっとご紹介って感じなんですけど、なんかね、珍しくですね、晩酌会談の、投稿フォーム、ね、体験談とか送ってくださいなってやつね。あそこに、ちょっと、これ見てほしいんですけどって言って、まあ、どっちかっていうと、熊子宛てだったのかな、当時。まあ、結構前なんですけど、送ってもらったの。そう、なんか、熊子さんとか、ひろしさんとか、なんか、見てほしいです、みたいな感じで、送られてきた、ある YouTube チャンネルの動画があって、その内容が非常に興味深かったので、今回その内容の紹介とかしつつ、実際にこの動画内で動画をね、勝手に流すってことはしないんですけど、概要欄にリンク先貼っときますので、そこのチャンネルの、その特典動画で起こってる、まあ、現象について、まあ、熊子はどう見えてるのかなっていうのをちょっと聞きたいな、というところでございまして、じゃあちょっと紹介していこうかなと思います。これね、いただいたリスナーさんというか、その視聴者さんが、なんかね、多分このチャンネルのことを見てるんでしょうね、きっとね。で、全然ホラーとか心霊関係ないチャンネルなんですよ。珍しいんですけど。チャンネル名が、それいけ沖縄チャンプルーチャンネルっていう、沖縄のチャンネルですね。ローマ字で、ユージ土田さんって書いてあるんですけど、ユージさんっていう方が、一人で、いろいろと沖縄のこととか喋られてるっていうチャンネルなんですよ。で、そこのチャンネルで、三線ってわかる？安心、はい。楽器っすよね。バッキーですね。蛇の皮で、なんか胴の部分を作って、こう、竿っていうね、長いとこがあって、ね、弦みたいなのがあって、よく沖縄のなんか民謡とかさ、沖縄の歌を歌うときとかに弾くやつですね。ベンベンってやつ。ところが細いやつだよね、多分。あ、そうだね。結構細いと思う細いやね。つ。そうそうそう。で、なんかその三味線ってあるじゃん。三線と三味線って何が違うのって話なんだけど、三味線はね、本土。別になんか、例えば、東北とか、ああいうところでありますけど、もともとね、沖縄にあった三線が大陸の方にね、大陸の方からやってきた三線が沖縄経由して日本のその本土の方に伝わってきた結果、三味線となったらしく。なので、なんかね、もともとその三線の方が古いのかな？だから歴史的に言ったら。で、その三線を結構、まあ、使ってるチャンネルで、その動画内でもね、三線が飾ってあったりするんですよ、部屋の中に。そう。で、今回の動画っていうのが、この、ユージさんが、リスナー、そのチャンネルのリスナーさんから、古い三線がうちに眠ってるので、ちょっとご活用いただけませんかと、古三線と呼ばれるね、古い三線を送ってもらったところから始まってて、簡単に言ってしまうと、それ、まあ、ものすごい、もういつの時代かわからん、結構古いものなんですけど、それを部屋に置いといたら、ちょっと心霊現象が起きたという動画を出されてたんですよ。で、ちょっとそれをね、見ていきたいんだが、ちょっとこれ経緯をちゃんと話した方がいいかなと思うので、もうちょっとだけ経緯を話するんですけど、まずそのさっき言った通り、そのユージさんが、その沖縄のリスナーさんから古い三線が眠ってるから活用してくれませんかって送ってもらったんですよ。で、最初ね、ユージさんは、これ僕もらっていいんですかねって気持ちになったらしくって。というのも、その三線、その特に古い古三線って言われるようなものは、沖縄とか奄美大島で、伝わるものなんですけど、それがこう、基本的には家族とか血のつながりで受け継がれていくものなんですよ。まあもちろん例外もあるんだろうけど、基本的にはそう。だからかなり近しい人に特別なその、なんだろう、譲り渡しをしていくみたいなものなのに、なぜか自分のところにそれいいですよって言われちゃったもんだから、これ僕いいのかなってなったらしいんですよ。やっぱ三線すごい好きだし、こう、古くてね、すごく貴重なもんだから、
いただきたいですっていう風にいただくことになったと。で、うん、もうなんかね、3本ぐらいでその三振の紹介とかね、いろいろしてるんですけど、そのいただいた三振をちょっと弾いてみせたりとか、やったらしいんですけど、その後ね、なんかこのユージさんが1週間後、その譲り受けてからに入院してしまって、緊急のなんか病気で。うん、で、退院後も、その三振をずっと持ってたんだけど、その持ってるとずっと体調が悪いと。みたいになり、で、その頃から、その、部屋にその三振を置いてあると、夜中にずっとなんか音がしてると。自分の中では夢かもしれないけどって本人は言ってるんですけど、ただまあ音が聞こえる。それもしかも、なんだろう、弦が弾かれるような音だったりとか、その胴の部分叩かれるような音だったりとか、まあそういう感じの、なんかポンとか、ビーンだったりとか、まあそんな感じの音がすると。で、その小三振を飾ったりとか置いとくのやめると、よく眠れるようになると。これ絶対この三振関係あるじゃんと。彼は思ったらしくって、ちょっとここもちょっとまだもう一個あるんですけど、他の沖縄系の YouTuber の方で、琉球アギジャビさんっていう人がいるらしくって、でその人に相談したところを検証してみてはって言われて、じゃあ、定点カメラを置いて、自分が寝てるところに、その小三振を置きっぱなしにしてる状態で撮影をしてみたところ、まあいろいろと怪現象、まあ音が鳴ったりとか、その音が記録されたりとかね、足音がしたりとか、まあいろんなことが起こっていて、で、まあその動画を今回見ていくという感じでございますと。まあこれ見ていくって言ったんですけど、もう熊子には見ていただきましたので、うん、ちょっとね、皆さん見てない方はね、ここからね、先視聴する前に一度、ぜひね、土田裕二さんの、チャンネル見に行っていただけたらいいかなと思うんですけども、まあちょっと簡単に動画の感じを説明するとね、寝てるところをただ定点で映してるんですけど、多分、室内が暗いから分かりづらいんですけど、どっかに、こう、三振が置いてあって、で、かつ、定期的に、ポンって音とか、ベンって音だったりとか、出したりとか、あと足音、トントントンってみたいな音が聞こえたりとか、あとまあ、その、ご本人がね、その定点カメラの動画を振り返って、なんか暗くなっていってるとか、まあちょっとなんか変な感じが見ててもするとか、っていうのをコメントで残しつつ、まあただただ定点の動画になってるんですけども、これ熊子は見てみてどうでした？なんかその音が鳴る現象とかと、その自分が見えてたものの関係性は全くわからなくて、ぶっちゃけて言うと。はい。ただ、なんかいるなっていうか、まあ、がっつりいるなっていうのは。お、いたの？いたよっていう、しかも、見たい。見たい。あ、見たいもいる。がっつりおるやんけ。あ、そう。うん。ちなみにその定点カメラじゃんね、ずっと。うん。なんか、映し。ずっと。ずっといたってこと？ずっといたし、なんかずっと同じ方向を見てたから。で、僕自身も、あんまりその定点カメラの、その、小三振がどこにあるのか分からなくてたんだけど、多分だけどその人たちはその三振の方見てたんじゃないかなっていう印象。あ、え、ちなみにどっち向いた？左か。あの画像ちょっと待って、ごめん、画像を見て左側。はいはいはい、こ 見て左側から見て、こっち側みたいな、はいはい、なるほど、うん、それは結構マジで見てたかもしれないね。それ小三振、多分左側に置いたんじゃないかな、あれ。あ、そう、なんかね、そう、それも小三振の場所も僕分かってなくって、ただなんか小三振の方見てんだろうなって思った理由は、そのお二人が小三振引いてるような格好してたからっていう。ほう、え、ちなみに三振持ってはいなかったでしょ、別に。持ってはいなかった。もう着てるものがそれで、うん、二人して同じ方向を見て、なんか割と怒ってんだかなんだか結構な険しい顔で見てたから。ほう、え、ってことはあれか、これなんかちょっと珍しいんじゃない？珍しいと思う。感じではね、だってあんまり因果があるものってさ、出ないじゃん。まあ心霊スポットとか巡ったりね、ストビューであったりとかしてて、うん、だから代々受け継いでるっていうのは本当なのかなと思って、うん、で途中で多分その全然、まあ、言ってしまうと赤の他人に渡っちゃったわけじゃん、なんか経緯はどうあれその人たちから見たら、うんうん、なんで途中で変えるんだよみたいなので、ちょっと怒ってんじゃないかなってなんとなく思ってる。その見てる方がぶっちゃけジジババちゃんなので。ジジババちゃん、ちゃん付け、うん、ちゃん付け、かわいい、ね。うん、そのじいさんばあさんは多分、うん、これ熊子の見てる感じだと
その小三振と関係あるんじゃないかと。うん、じゃないかなって。ただちょっと暗いから分かりづらいところがあるの、ね、表情が読みず、あ、表情は読めるんだけど特徴ある顔ではないから そこまで。はい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 。うん、なんかあの定点カメラで人間がうろうろしてるような感じの見え方って思ってくれれば。あ、はいはいはい。うん、だからよっぽど例えばだけどね、なんかすげえ長髪でドレッドヘアだとかない限りはまあ判別がつかないような感じってことか。そうそうそう。あ、そう。あのでもさ。動画の中ではさ、うん、その足音はどこからしたかちょっと分かんなかったけど、小三振の音が鳴ったりしてるわけじゃん。それには関与してなさそう、うん、いやもうなんかずっとカメラの前にいたから、だから多分その音とか足音とかにが鳴ってる時もずっといたから、うん、もしかしたら別でいるんじゃないかなって思って、うん、あの歴代の人たちみたいなのが大集結してるとか、うん、なるほどね、うん、熊子以外、熊子が見えたもののその2人以外にもめっちゃいたかもしれないってことか。いたかもしれないんじゃないかなって思って、自分の中ではその2人しかカメラに映ってなかったからあれだったけど、うん、もしかしたらわらわらいてその歴代のご先受け継いだ方たちみたいな、うん、初代2代3代みたいな、ほかげみたいな、ま、そうほかげみたいな感じ、うん、なんかでもちょっと怖いね、うん、まあ、割と恨みまではないけど思い入れが強いんじゃない。ああ、そういうことね、うん、代々やっぱ引き継いでるものだからってことか、うん、しかも結構ね、なんか歴史的にも結構経ってそうだもんね、うん、なるほど。ちょっとあの実を言うとですね、はい、多分これ私さっき言わなかったんですけど、うん、この小三振どうしたのかなって思うじゃん。うんうんうん、そうね、思うよね、やっぱ、え、大丈夫な、これ今すぐユージさんに連絡した方がいいんじゃんって思ったと思うんですよ、みたいな、視聴者って思ったと思うんですけど、あの一応、この後日談みたいな感じで、まあ、動画も出してくれてて、そのユージさんがね、うん、あの、手放しましたと。ああ、よかったんだ。うん、で、一応、その、実は元の持ち主の方、連絡してくれてた方に、連絡取ったんだけど、うんうん、あの音信不通らしくて、マジか、そう、連絡が全くつかないからこれもしょうがないって言って、うん、で、あのさっき言った琉球アギジャビさんっていうあのチャンネルですね、うん、その方たちはね結構沖縄の怪談とかも扱ったり心霊とか多分扱ったりするチャンネルっぽくって、それでその方たちにもうちょっとしょうがない、持ってたらちょっと体調とか悪くなっちゃうし変なこと起きちゃうからちょっと持っていただきたいんですけどよろしいですかって言って、あ、じゃあ受け取りますよって、まあ、譲ったらしいですよね。ああ、そうなんですね。そうだから、うん、一応手元にはもうないから、まあなんか家とかにそのおじいさんおばさんがまだ未だに居続けるってことは多分さすがにないんじゃないかとは思ってるんだけど、多分物についてるから一緒にね行ったんじゃないかなって。ああ、なんとなく。え、ちなみに聞きたいのがさ、これ物につくとかってあるの、こういう。あ、全然あると思う。いや、なんかつくも神とか割と信じてて、そっちの、おう、うんうんうん、おう、あの物を大切にするととかっていうのって、うんうんうん、なんて言うんだろうな、なんかその作ってくれた、うん、その物に関わった人が割と来てたりとか、例えばそれが受け継がれてきたもので一番大事にしてたものとかについてきて一緒に可愛がってくれてありがとうみたいな感じで、なんかしらの、うん、ね、なんかそういう神様じゃないけどそういうのがあるんじゃないかなってなんとなく。あ、なるほどね、うん、そうか、つくも神とか、つくも神、確かに自分が作る側の人間だからかもしれないけども、うん、やっぱ大切にしてくれたのって嬉しいし、うん、で、それがまだ自分がなくなってもまだあるっていうのもやっぱ嬉しいし、ずっと見てたいなっていうのも気持ちわかるから、うん、うん、あ、についてても全然おかしくないんじゃないかなって思っちゃう、はいはい。確かに、クマコって結構物を大事にするね、すごい。うん。そういう印象あるわ、めっちゃ。なんかそういうの見てからすごい物を大事にしてるもん、なんか。カメラとか。それ聞くとなんか私がドキッとしてしまうんだから。そうだね。そうだねって言われたけど、ね、そうやな。そう、クマコさんが今ちょっとカメラの話したからちょっと笑っちゃったんですけどね。ほんまにね、あの大事にしてないわけじゃないですよ。これちょっと言い訳させてほしいんだけど、マジで。うん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 、動画の尺使って言い訳すんなって話なんだけど、マジで、あの、大事にしてないわけじゃないのよ、うん。本当に不器用で、あの、ちゃんと使えないんですよ、いろんなもの。めちゃくちゃすぐ壊すんですよ、だから。うん、でもそれはそれでさ、多分見てくれてる人はさ、もう仕方ないな、みたいな気持ちになってくれてんじゃない？なんかさすがにさ、そこでさ、怨念ぶちかますようなことはないと思うからさ。うん。でもなんか。変わる感じなんですかね。
もしかしたらなんか怒られてるかもしれないと思うと、ちょっとなんか申し訳ない気持ちになる。なんかあの、見逃しカメラの店員の幽霊みたいな感じでさ、なんか。やだよ。せっかくおすすめしたのに、この野郎みたいな感じ。まあ確かに。聞いてみてどうでした、雨の位置は。なんだろうね、てかどうでしょうね、多分その古参神についてきた、うん、なんかご先祖様的な、うん、歴代の霊な可能性は結構熊子さんビューからしたら大ですけど、熊子さん自体はその他のものに対してなんか幽霊がひっついてきたとか、うん、そういう経験であるんですか。あ、物に対してってこと。なんかそう、物買ったものとかさ、なんか例えば人からもらったものとか、そこら辺に落ちてるゴミでも何でもひっついてきてる幽霊みたいなのって、あのなんか古着屋さんとかで、うん、あ、この洋服いいなと思ってやってたら、セットであの髪の毛の長い女の人がついてきて、買うのやめようって言ってやめた経験はある。あ、セットで。やだなこれ。あの、やだな、それ。これいいんですよねって、私生前持ってたんですけどって言われて、すって戻したことある。なんか、あ、やだ、そういうアドバイスくれるんだ、そっちが。なるほど。似たようなもの持ってたんですけどとか、多分そのじゃないんだろうけど、うん、でもやっぱそういうのもついてきちゃったりとかするから。ああ、物に対して感情がある幽霊がいるってパターンだね。なんか普通に古着好きだけど、そういうのがついてないやつを選んでる僕は。ああ、そうなんだ。もうまずそこ基準もありみたいな。だから出会いがめっちゃ少ないんだよね、古着好きなんだけど。うん、確かに。でもそれ聞いて思ったけど、生前整理とかね、あと遺品整理とか結構あるじゃないですか、うん、それがリサイクルされて他の人の手に渡るっていうのは、ね、日常生活でも十分にありえるから、うん、ちょっと今回の古参神の話は割と身近な気持ちになりましたね。すごい、あるかもしれないと思う。確かに、ね、ちょっとそのね、送ってきた方、そのね、ゆうじさんのところのリスナーさんがどういう感じで送ったのかちょっとわからないけど、私ちょっとね、あの実は変な方向に考えちゃって、うん、なんか押し付けたのかなってちょっと思っちゃった。あ、そう、ちょっと、まあでもそうよね。だから連絡音信不通になったりとかも、うん、なんかわかんないけどね、多分なんかあったんじゃないかなと、向こうでも、きっと、うんうん、なんか自分は三振大切にできるようななんか職業についてないからとか、もう離れちゃったからとかって、あ、それも確かにありそう。うん、だからこの人大切にしてくれそうみたいな感じで、うん、ご先祖様とか多分そういう経緯とかガン無視してきて、なんで代々伝わってるものをみたいな感じで、多分そこでなんか時代のズレというか、そういうのを感じるなって思っちゃって。あとは多分送り主側がそのさ、三神を受け継いだ血のつながりじゃないパターンもあるじゃないですか、うんうん、この人の親族とかで、うんうん、持ち主が亡くなっちゃって、うん、なんかやり場に困って送りつけたとかも全然ありますよね。いや、めっちゃあるね、多分その結構階段でよくあるわそれ、うん、ああなるほど。なんか私が大事にしていたお人形をなんでここにあるのかしらみたいな夢に出てきちゃったりとか、その、はいはい、で、その、でも人形を渡してきた人とかは、その、もともとの実は持ち主でも全然関係なくって、ただ遺品整理じゃないけど、うん、空き家になったところの、あの、整理とかしてたら出てきたから、それを例えばね、こう、あの、フリマアプリとかで売っちゃったみたいなパターンだったり、うん、結構あるね、階段でもそういうの。まあ、何かしら、まあ、意図的にせよ、意図的じゃないにせよ、まあ、なんかあったのかもしれんし、なかったにしても、まあ、ちょっと困ったから渡したっていうのは、まあ、間違いないだろうから、うん、でも確かにその結果が、まあ、熊子の目から見ると、そういうちょっとこう、ついてきてしまってるのかな、この人たちっていうような、おじいさんとおばあさん。なんか、珍しいぐらい、あれだね、因果がちゃんと成り立ってるっていうか。そうそう、確かに確かに。なんか、あの、階段として美しいなと思ってしまった、私は。まあ、そうだね。正直、あの、美しい。美しいって言っていいのかわからないけど。でも、確かに、筋が通ってるね。なんか、こんなに筋が通る取り付き方あるとか思っちゃって、なんか、個人的に。今まで見てきたのと比べて あ、うん、確かに ね、ストビューとかひどいもんね。そう、確かに関係ないおっさんがいますみたいな感じですよね。なんかすごい、ね、そうじゃん。今までごめんねって思いながら、でも関係なさそうなんだよみたいな感じで思ってたけど、今回はなんかもうすごい、あ、もうこれ関係ある人ですみたいな感じの。はいはいはい、はい、結構なんかね、個人的には珍しいなっていう印象、うん、まあまあありました。うん、ホラーチャンネルらしくなったなって思った。ちょっとそうだね、綺麗ですね、まとまりが、ね、まとまり方がね、ちょっと珍しい。なんかとなんかチョケも少ないじゃん今回。チケたら怒られんじゃないかなとか思って。でもなんかね、ちょっとその緊張感は正直あった、私喋ってる中でも、うん、やっぱ
この、ね、ユージさんがちゃんと紹介されてて、ちゃんとこう、経緯とかも全部説明し、うん、されてるし、真面目に扱ってるので、うん、それをちょけるのもちょっと失礼だし、だし、実際、クマ子がね、事前に、こんなの映ってたよって見せられた時に、うん、もうこれやってるやんけと思ったから、完全についとるやんけ、これ、つって思ったから、うん、ちょっと真面目にね、うん、今回は、紹介させていただきましたと、いうことで、ね。うん、はい。はい。というわけでございましてね。今回、あら、まろちゃん。まろちゃん。動画が見られない。まいちゃん。あら、まろちゃん。まいちゃん、もうだね、今日も。ビビアンだからダメだよ、これは。これはビビアン。あ、やばいやばいやばい。ビビアンの服が。ビビアンはダメだ。これはビビアンだからダメだ。大丈夫？大丈夫です。すごいです。ダメよ。噛んでる、噛んでる。噛んでる。大丈夫？服。結局かまれないけど、噛んでる、そのまま。はい、というわけで、今回の動画ね、面白い、興味深いなーってね、つくもがみとか本当にいるかもしれんなーと、いろいろ考えた方、よかったらいいねボタンお願いします。お願いします。なんか多分これ、体験談持ってる人もいるんじゃないかなと思うんだよね。例えばおばあちゃんから受け継いだ何かとか、親戚の家に見つかったものになんかついてきたとか、まあ、その、もしなんかある方、よかったらね、コメント欄にもいただけたら嬉しいし、よかったら、なんか怖かろうと怖くなかろうと、体験談とかの投稿フォームございますので、そちらからぜひぜひいただけたら、まあ、視聴者投稿会談とか、まあ、晩酌会談で、じゃあ私が喋ったりとか、まあ、あるいはこう、くまこに聞いてみるとかね、やったりすると思いますので、ぜひぜひよろしくお願いします。お願いします。で、今回の機にですね、七代家知ったよって方よかったらチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。お願いします。それじゃ、またね。いってらっしゃい。いってらっしゃい。ああ、気をつけてね。なんか、また寒暖差すごくなってきたけど。確かに寒暖差すごいよね。ね、早く春になってほしいもんですな。ほんまにそれ。うん。お花見のスケジュール立てながら仕事するんだよ。こちらを見に行こうな。だな。いってらっしゃい。いってらっしゃい。